笑いはテレビだけじゃないそれならそろそろ、奇跡はいかが特別講師、三宅雄二はい、テレビでやるお笑いが今のお笑いのすべてだと思い込んでる人が多いんじゃないかと思えてしょうがない昨今。ね、えー、ここでテレビ的な笑いとは全く異なった方法で笑いを追求する。 喜劇というものについて改めて考えてみたいと思います。あの、シネマハスダーでですね、いろいろ私がいろいろ言ってきたことにもちょっと関連するいろいろ聞きたいことがありますので、えー、この方をお招きしました。あのー、普段ドチンピラばっかり呼んでるスタジオなんでね、本当に緊張してますよ。特別講師としてレクチャーしてくださるのは、なんと俳優 三宅ゆうじさんですどうもこんばんは、三宅ゆうじです。はい、あの、どうもはじめまして、歌丸と申します。はい、どうも。はい、あの、今言いましたけど、普段は、僕のあの、知り合いの、まあ、面白いチンピラを連れてきてですね、<お>あの、虐待もない自説を1時間ぐらい話させるみたいな、そういうコーナーなんですよね。<お>そこにこんな、あの、とにかく、もう最高のものですよ。番組史上という。そうですか。 あのー。じゃあ今日はちょっと紙相撲について話してみますか紙 <laughs> 相撲ね、先週やったんですね。ああこちらの、んん横に千の鎮さんがね。そうですか。あのー、どうなんだそれともだ意外と面白かった今日は聞きたいことがたっぷりありますので。<laughs> はい。はい。え宮、ー、家さんに関してもはや説明はいらないと思いますが、えー、テレビ、ラジオですっかりおなじみ。えー、それとは別に昔から一貫して、東京のお笑い。 を追求。これ何かっていうことになりました。後ほどちゃんと聞きますが。えー、2004年には伊藤史郎さん率いる敬遠劇集団伊藤史郎一座に参加。えー、その伊藤さんが不在の時には、熱海五郎一座。まあ、伊藤、伊藤の、なんですかね。手前そうですね。伊藤の手前伊藤の手前ですか熱海。熱海の手前で熱海。で、五郎一座の座長として、えー、常に今の時代にふさわしい喜劇というものを追求し続けてらっしゃいます。ということで。はい、はい。まあ、あの、三宅さんについて説明改めてないんですけど、あの、僕個人的にというところで言うと、まあ、古くは僕も、あの、 y m o のイエローマジックオーケストラのアフターサービスというね、<ー>アルバムで、突然 SET が大フィーチャーされてというころが最初の衝撃でしたけど。ね、ああ、あのインカに鼻入れちゃうよ、<笑><笑>あのインカ、そんなのありましたっけインカに鼻、鼻に,にインカ。鼻にインカー。鼻にインカ。花インカ鼻、ね、に入れちゃう。はい、はい。あの、とからね、いろいろありましたけど、どね、はい。あの、それがもう古くはそれですし、あの、その喜劇に関しても、えっ、ー、と、一昨年去年、 とえー、と伊藤四郎一座の方の舞台をあの、はい、拝見させていただいてあ,のあと今年の,あのコントライブこれちょうど今プログラム持ってきてますけど、はい、沢口靖子さんがゲストのはい,、はい、いい加減にしてしまいました3もこれも拝見させていただいてあそうですかありがとうございますもうどれも本当に最高でこれ沢口さんがほんまにそいですよね 本当に面白かったですよね。あそこまでボケるとはね。<laughs> ですよね。あの、なぜ僕ね、あの、ちょうどちょっと質問することにもちょっと通じるんですけど、ど<う>なぜ、その沢口康子さんがここで面白いのか。 っていうことですね<ー>これ多分ちょっとあの、はい、いろんな重要な話もつながってくるかと思うんですがなるほど、はい、どうしよう分かんなかったらどうしよういやもうそれは分かりませんそれは知りませんよみたいな分かりましたホ、はい、本当に若干者なんで頭ご <laughs> なしにやっていただいて <laughs>、はい、だだ大丈夫あのまずですねちょっと今日お,お呼びしてですねその改めて喜劇ということについてお聞きしたいと思っているのは<お>一つにはですねこの番組の,のコーナーで毎週やってるコーナーで映画評論のコーナーでシネマハスラーというのをやっておりまして毎週そのサイコロの 目で振って出て出きたものを見るとでいろいろああことは言うんですけど、まあ、当然コメディ映画みたいなの々ちょうちょう入ってくる、まあ、笑わせようとしている映画というかですねでもやっぱその中で、まあ、笑えないものとかが結構あったりすするわけですよ、うん、でそこでいろいろ考えているうちにその要はいわゆるテレビで見るようなそのコメディアンが出てきてそのテレビで見るような笑えることをするということと、うん、何かこうストーリーの中である笑いみたいなのって。 根本的に実は違うことなんじゃないのかみたいなことをよくこう言ってるんですね。それはそうでしょうね。あそうですかやっぱり。えーはい、でその違いみたいなというところがおそらくこう喜劇とは何ぞやみたいなところにつながっていくのかなというふうに思いまして。思いますね。この特徴,、うん、の特徴まず喜劇ってっていうことですよね。喜劇って何ですかっていう。う喜劇って何ですかそうですね。まああの僕の場合はいつもどういう設定が。 一番その人間が面白くそこに生きているかというね生きているかそれを考えますよねの登場人物というかそれがこう,、うん、こう見る側がこの人いるなって思わせるというようなことですか、ね、そうですねそのストーリーの中に生きてないとうん、うん、ええ急激ではないと思いますけどねなんかいきなり出てきて、ええ、こう何かこう面白いことをやる、まあ、この番組のそのシネマハウスの中でよく言う用語でベロベロバーって言ってるんですけど、はあ、要するにこうベロベロバーってやって笑わせようとする っていうのは例えばテレビとかでよく知られた人がそのよく知られたベロベロバーをやれば笑えるんだけど、うん、なぜか映画というかストーリーの中でそれを突然やられるとものすごい腹立ってきたりするんですよね <laughs> まあそれは突然やればね <laughs> 突然っていうかまあそれで笑わせようとしてると、うん、笑えないんですよねベロベロバーをやる必然的な設定があってやってればまだ笑えますけどねなるほどなるほどベロバー前に持ってく流れがあればいいけど、えー、そうですね うん、やっぱりその当時の今このベロベロバーって言い方が非常に説明しにくい言い <laughs> 方かもしれないけど、うんはい、これの,この例えがよくないかもしれませんが、まあ、突発的になんか面白い要するに面白い顔をするおどけた顔をして笑わせるとか滑稽なポーズを取って笑わせるとかっていうのが意外と、まあ、ポーズそのものは映画がいいかもしれないけど何、えー、かこうは映画とかでそう話の中で見ると笑えなくて、うん、いかむしろ腹立ってくるみたいなのがあって特にそうですよねテレビで。 流行ってるから入れたっていう風になると腹立ちますよ、ねはい、そこ喜劇の場合はじゃあその登場人物がいます、うん、これど,どうやって笑わしていくんですかいや喜劇で例えば、はい、あのクレイジーキャッツの映画だと、えー、植木久志さんが無責任な人間として生きてるわけじゃないですか、はい、でその無責任な人間がお客さんの予想以上の無責任さを表現してくれると面白くなりますよねああなるほど ス,ストーリーの中でスの中でねことですかそれがやっぱり例えばそのテレビでやってる笑いとは違うものっていうことなんですテレビは今は特にここ何年かずっとそうですけども、はい、振りがあってオチがあるという笑いはできないですよねほう,というとふ振ってる間にザッピングして変えちゃいますからね、うん、あやっぱりそれこそよく瞬間的に笑えるなんてやってますけどうす、ね、もういきなり いきなりもう笑いじゃなきゃダメなんで瞬間芸みたいなものと、はい、あとはえ何、ー、でしょうその芸人さんの出演者の生き様を見せるっていうことですよね、はい、あもう実人生そうですねあそこを見せてむしろ笑わせるそうです、ね、<あ>演じるとか振りとか落ちとかじゃなくてはい、はい、もういやこの間ちょっと彼女に振られちゃってっていうはいはい、はい 話が面白い,い暴露話、そういえば増えてる気もしますよね、それ、ね、まあそうですね。あ。それとはやっぱり、喜劇っていうのは劇っていうぐらいだから、今日は演じてる、全部演じてる。演じてますよね。うん。さらになんかこう、ありますか、喜劇とのそういう違いっていうか、僕ら、要するに、笑いって言った時に、うん、あの、もうテレビでやってるものが笑いだって、やっぱりどうしても思っちゃうわけですね。はいはいはい。そこがもうメインストリームだから。そうですね。だから昔、あの、コント番組があって、はい、それは、コントっていうのは設定があって、 その役を演じて面白いオチがあるというね、はい、振りがあってオチがあるというのを楽しむ時代もあったんですけどもそれがだんだんあの何でしょう演じてるって知ってて見てるわけですからどん,どん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 お客さんというかテレビを見てる人が演じてるんだっていうことですよねそれを思いながら見てるとだんだんちょっとバカバカしくなってくるんですこれはもうお芝居なんだとてこれ演じてて嘘なんだからっていうね 多分ストーリーとか映画とか全部そうですよね。小説もそうですけど、ねはいはい、嘘だって思って見てたり読んでたりしたら、はい、面白くないですよね。<laughs> はい、だそういうテレビの、テレビっていうメディアが一番、なんでしょうね、いいところっていうのは、はい、今スタジオでやってることがお茶の間で見れるというね。はい、映画のスタジオで撮影してね、 建造して、プリントしてそれから劇場で見るんじゃなくてそしたら作り込んでますもんねその今やってることはそのままスタジオに流れるっていうところが特性だったわけですよ生で来るというそれを最初の頃は分からなかったんじゃないですかテレビを作ってる人テレビの特性を分かってないから昔はむしろそういうだから作って流すっていうことをやってたんですよねでもそれがどん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 見てる人も作ってる人も特性が分かってくると これ作っってて流しちゃいいいけななんじゃないかってねそれよりも本当に今ここでこっていること失敗しちゃった方が面白いんじゃないかとかね、はい、でも確かにテレビって見てて一番こう、うん、ハッとするというかみんなが面白がるのって実は自己的なことだったりしますよねそうですよねドふうの時の停電とかね、はい、そればっかり語られたりしますよねそうですよね暗い中でやったことが面白かったりとかねあれはでも、ね、見せてるのは舞台あれは,あれはコントになるわけですよね そうです。あの、ドリフはコントで、うん、えー、そのコントを作ってるようでいて、ちょっと裏側を見せたのが、ひょうきん族ですよね。ああ、なるほどなるほど。だから、ドリフ対ひょうきん族の視聴率争いが、ひょうきん族が勝ったときに、はい、新しい裏を見せる笑いのスタートだったような、なるほどそういう時代が来たような気がしますね。あと、萩本欽一さんのああいう素人をいじって、なんか作っていくとか。そうですね、そういうのもありましたけども。うん あれはあれで、でもリハーサルはやってるはずですよ、ねあ。実は、あそうかあ見えて、うん。そうか、あの、そこもね、伺いたいんですよね。その、例えばコントっていった時に、うん、あに、僕らとかは、あのまあ、僕らっていうか、一般のその素人ですね、は、あれ全部、結構アドリブなんじゃないかとか、ここの部分、全部アドリブなんじゃないかとか思ったりすることも多いんですけど、そ例えばコントとか、まあ、喜劇とか、それ笑わせるところにおいて、アドリブってどんぐらい入ってくるものんですかえっと、アドリブはほとんどないですね。うん、ないんですかないですね。 あの、これ僕があの拝見した、その、一と年と去年と、今年のコントライブもそうですけど、結構その、あの、とはいえ、役柄を一瞬離れて、あの、三宅さんとして、こう、伊藤さんにちょっとこう、素の、素っぽいツッコミを入れるところとか、たまにあったりするじゃないですか。すね、あれはアドリブじゃないんですか。まあ、一応、稽古場でやってますけどね。稽古場でやってみて、いけそうだったあとは、本にそういう設定で、まあ、素に戻って、 突っ込むという設定のもとに書かれたセリフになってる場合もありますよね。あでそういう状況を隙をちょっと作っといてくれてる本もあります。あ、ここはやってもいいよ、うん。でもそれは稽古場でそこを稽古しますよね。あ<ー>巣に戻って突っ込む稽古。ああ、そうなんですか。えー、じゃあ一見やっぱり巣に見えるけどそれもやっぱり演じているんだ。そうですね。コントにおいては。そう,そうです、そうです。だから全部演じてるんだけれども、あの、 まあ芝居もみんな全部そうなんですが、稽古を重ねてきたものが見えるような芝居って面白くないですよね。やっぱり今そこで。はいはい、あ、怒ってるように今怒ってるよう、今初めて聞いたセリフのリアクションをしてないと、はい、あ、確かに。見てる人はつまんないですよね。なんかセリ,フセリフ自体がこう何か言われた、それに対して返すとか、なんか決まってること言ってるように見えたら、それは見えないですもんね。ね<ー>だから、あの、言い淀んだり、 ちょっと噛んだりした時に、必ず僕は、えっ,って聞き直すんですね。はい、普段の生活でそうですもんね。うん、相手の言ってることがはっきりしなかったら、えっ,って聞き直しますもんね。でも、稽古ずっとしてると、聞き直さなくてもわかるんですよオートマチックに出ちゃいがちだけども、はい、そこはぐっとこらえて。そうなんです。初めて見る観客の立場に立って、はい、僕が SET やってて、アクションシーンで、あのー、 ビール瓶で頭をバシーンって殴るシーンがあって、まあ、それに対するリアクションがギャグになってたりすると、はいうん、そのテンポでビール瓶持ち損なったことがあるんですよ。はいはいはい。それで殴れなかったんですよ。はい。はいはいはい、でもそのテンポで殴る振りだけ見て、次のギャグをやっちゃったやつもいるわけです、はいはい。ああ、なるほど。流れてないじゃんと。流れてないじゃんと。はいはいはい。 本当はだからそこでじゃあそこは臨機応変にあの何何こう腕だけ振り回してんだみたいな一周こうその状況に対する突っ込みが必要だと当然そうですよねはんはん殴ると思ったら殴らないのかよみたいなリアクションをしないとおかしいです、ね、そこはやっぱり舞台だったらライブなところっていうことですよねでそれがその時のリアクションでアドリブつまり持ち損ねたことに対する アドリブだっていうことがお客さん分かるわけじゃないですか。はいはい。そうするとお客さんはすごく楽しくなるわけです。ちょっと得した気持ちもありますね。すねさっき言った、事故が得、楽しみになっちゃうじゃないですけど。殴ろうとしたら殴らないのかよって言ったことに対する次のセリフもアドリブだってお客さんは分かりますから、はい、ビール持ち損ねたんだよってそのまま言ったって、面白いわけですよね、はい、お客さんは。逆に、それがすごい受けたとして、ねあれ受けたから、今度から毎回ビール持ち損ね、 る練習じゃないいですけど、うん、持ち損ねててみみようかみたななことにっるんですよ。なるね。それやっぱなるんだ。そういう嫌なとこがあるんですよ。これだけ聞くと、あの、なんて、なんて嫌な <laughs> 話なんだっていう。ところが、はい、それが絶対うまくいかないんですよ。あ、そうなんですかやってやろう次の日同じことやると、そうん、持ち損ねる演技の、演技が伝わっちゃうんですよ、お客さんに。わざと持ち損ねたなっていうのが見えた時ぐらい、 はい、お客さんの弾くことはないですからね。それこそ作為そのものですもんね。嫌な芝居になりますよね。じゃあそのやっぱりさっきおっしゃってたような、みんながもうこれはどアドリブ、当然アドリブだろうって思ってるけど、実はそれは練り込まれたっていう部分ほど難しいってことですか、ね、そうですね。だから、あのー、まあ、瀬野ちゃんの本なんかもそうですけども、ここはこういうことで、えー、アドリブでやってください的な部分がちょっとあったりすると、それを稽古場で、 何パターンかやっとくんですね。と、何パターンかやっとくってことは、相手役もどう出てくるか分かりますから、はい、そのリアクションも稽古場でやってるわけですから、それで本番で稽古場でやったうちのどれが来るか分からないみたいなね、ことにしておくと、お客さんには非常にアドリブっぽく見えるんだけども、はい、実は、随分前に稽古場で稽古してるなっていうことを思い出すわけですよね、はいはい、その役者は。 それで演者的にもそのな、でもどのパターンが来るか分かんないから、一定の緊張感もあるっていうそうですね、その緊張感がお客さんに伝わると、アドリブっぽく感じるんでしょうね、これは面白いですねその、非常に作り込んでもいながらその、さっき言ったライブ芸という面もあるわけじゃないですか、そ,すね、それはやっぱりこう舞台での喜劇の面白さっていうところなんでしょうかね、そうですね、それで、ただそれが誰でもできるかっていうと、はい、誰でもできるわけじゃないんですよね。なんかこう ね、例えばこう、軽気劇なんてタイトルついてると、軽かと、軽いのかと。軽演劇。うん。軽演劇。軽演、はい、劇、まずその、軽、え、演、ー、劇そう軽演劇集団つててますけど、軽演はい、はい、劇の定義っていうのはどういうこれはまあ、進撃が盛んだった頃に、はい、その重いテーマのある進撃に対して、はい、軽食喫茶ってあったじゃないですか。うん、軽い食事をする。そういう軽をつけて、もうちょっとテーマが重くない、 軽い笑いい笑の演劇ととうこでなテー,マにテーマの差なんですかねテーマとかその笑いが入ってるっていうことの軽さっていうのもあるのかもしれないですけどね、はい、でもそこに、えー、と必要とされる技量は軽くないぞとあだからあの重く見せるのは簡単なんですよ<お>リハーサルをやればやるほど重くなってきますから気持ちが入ってシリアスな演技の方が簡単あのたくさん稽古をすれば いい演技はできると思いますね<ー>ところがコメディー演劇っていうのは、はい、たくさん稽古すればするほど軽くくななくななならってくるんですよあ<ー>今その場でやってるように見えなくなってくるっきて段取りっぽくなる、はい、だからプロの喜劇役者は、はい、いくら稽古をしても重くならない、はい、今そこでやってるように見えるアドリブのように見える軽い芝居のできる役者がいい喜劇役者なんでしょうねそれは 才能なんですかうん才能とお客さんの前でたくさんの表現を経験してるかどうかの差ですよね<ー>つまりその表現によってドーンって笑う経験を何回もしてると重い芝居をした時の笑いの少なさを肌で感じてますからそういうのを直していくんでしょうねああの例えばですね今その場で起こっているようなことっていうのをおっしゃいましたけどあの そそれこそテレビ的なですねあの本当にその場で起こっていることとか素の状態みたいのをそこで晒すのではダメなんですか例えば<ん>あの要はあの作り込んだ芝居で、えー、と喜劇であれば、えー、すごく作り込んだものをあたかもそこで起こっているように舞台で見せるというのが喜劇であるならば<ん>あのよりその生で、ね、起こることっていう方が面白いんじゃないのかみたいな要するにテレビ的な方にどんどん行くっていうのはないんですか えとそういう部分もあるんですけども、その根本的にあの設定が、はい、ストーリーの設定がありますから、はい、例えばヤクザの親分と、えー、まあその子分が、土、えー、ジをした子分をそこで何かね、はいえー、罰を与えるみたいなシーンで、ヤクザの親分が、ヤクザの親分として出てこないと、その緊張感の中で、例えば、 えー、罰を与えようとした親分が実は失敗して自分が罰を与えられちゃうというギャグだったとすると、はいはい、親分が出てきたときに、えー、テレビで司会をやっている三宅裕二として出てくると、はい、例えば親分が「どうも親分です」って言って出てくると、はいはい、テレビっぽいですけどもそれはそれで面白いかもしれないけども、うん、オチが面白くなくななりますよねその出てきたときにテレビで出てる三宅裕二さんだーで喜ぶ人はいるかもしれないけど<の>そこから先はもう。 つまんなくなりますよね。やっぱりそこは親分としてどうっつって出てこないと。はいはい。おめえが今回どうするんだろうっていうちゃんとドスの聞いた演技をして出てくるから。今怖いですもん。自分が失敗しちゃったね。完全に怖かったですもん、ね。はい。自分が失敗しちゃった時に落差が大きくなって面白くなるというのは喜劇ですよね。その。 僕もね、その先ほど最初に言った、その映画評論をしている中で、そのベロベロバーは腹立つと。うん、で、じゃあ何が笑える映画だと,とかだ、ストーリーのある中だと笑えるかというと、その真剣にやってる人が、うん、が面白い。真剣にやってる人が、本人は真剣なんだけど、はたから見ると、本人から見ればもう喜劇、あの喜劇力が悲劇で、<あ>なことがやっぱ面白い。だから本人が、その演じてる人が不真面目な感じだと、もう笑えない。 そうなんです、ね、でで僕はよく例に出すんですけども、はい、あの死にたいおばあちゃんが針に首吊り自殺をするための紐をかけるわけですよ、はい、もう本当に悲しい、ねうん、状況ですよねでもおばあちゃんだからその紐がなかなかかからないんですねで紐をかけるのだけを15分続けてたら 後半、うん、笑いにあつくんですね。<laughs> いい加減かけろよと。<laughs> <laughs> おばあちゃんとしては、ははもう私は、生きててもしょうがないんだ。って言って、紐もかけるわけですよ。一回目二回目かかんないうちは、まあ、笑いにはならないですけども。おばあちゃん、ここに及んでうまくかかんないし、かわいそうぐらいにてて。そう,そうそうそう。持って見てる。ああ、おばあちゃんの人生最後までついてないなと、うん。いかない <laughs> 思いますけども、それが、 10回、針に届かないと。はい、で、おばあちゃん疲れちゃってため息とかついて、<laughs> はい、それでも、やっぱり死ぬんだっつって、でもまた針に引っかかんないというね。はい、これ15分やったら、もう後半ずっと笑いですよね。ああ、なるほど。でもそれはおばあちゃんが真剣にやってるからですね。うんうんうん。じゃあ、あなるほど。だからやっぱさっき、あの、最初に言った沢口康子さんがコントをやった時に、抜群に面白いっていうのは、うん まさにその沢口さんって、ままあ、ものすごいね、まあの、なんていうのかな、真面目な女優さんです,そうです、ね、しというか、ご本人も相当真面目な印象もあるんですけど、はい、やっぱだからこそっていうここれはまた難しくて、だからこそなんですけど、はい、もちろんその、だからこその設定を作家が書いて、はい、セリフを書いてるから、それを一生懸命やる沢口靖子さんが面白かったし、ね、なんですけども、こっからは難しいんですが、ほうほう えー、沢口康子さんのもともとの中に、えー、入り込むと周りが見えなくなって一生懸命のめり込んじゃう性格がちょっとあるんですね。これはもう人間沢口康子さんにあるそうですね。んんで、その人間沢口康子の性格が、あの、嫌味じゃない一生懸命さなんですよ。んふんふん間抜けない一生懸命さっていう言葉でいいのかどうかわかんないですけども、はい それがたまんなくおかしいわけですよ。もともと沢口さんの中にある要素を引き出してあげる、うん、ということなんですかね、ねえっと、見つけてあげて、はい、その設定にこう入れ込んであげるという、<ー>だから一生懸命やれよという,<ー>と,いうところを押し込むと、はいはい、もう一生懸命やるんですよ、沢口さんは。<笑><笑><笑>でも、それが、はたから見ると、その設定が思わず一生懸命やってることが面白い上に、はい その一生懸命さに嫌味がないので、はい、ちょっと抜けてるので、んふんふんものすごく笑える一生懸命さになるんですね。嫌な感じの,そのいけ一生懸命さじゃないですけど、その,その人の嫌さが出ちゃったりすると、やっぱ笑えない,いうそうですね。例えば、私の演技はうまいでしょうっていうふうに思って芝居をしている女優さんの一生懸命さだと、ちょっと嫌味になるかもしれないですね。そうすると、ちょっと笑えなくなる。 じゃあそううか、こここは難しいところでですすね。そうですね。そ、はあ、そんなことを考えずに一生懸命やっててその一生懸命さが本当に応援したくなるはい,、はい、いい一生懸命さの女優さんだとそこに入れ込んであげたときにものすすごくおかしくなるんですねん。やっぱそう考えるとこう笑えるか笑えないか笑わせるか笑わせ,笑わせないかって。うん やっぱちょ,ちょっとやっぱ資質というかどうにもなんないところがありそうですね、なんかこうそうですね、まあ、あと今言った一生懸命さの中にちょっとこの一生懸命さって一生懸命やるとお客さんが笑うんだろうなと思って一生懸命やると面白いでしょうっていう気持ちが女優さんにあると、はいうん、それをお客さんは察知してしまうんですね。 まあ、ね、だからそれはもうベロベロバーの気配なんですよねそんなね気配気配こっちをもう鼻から笑わそうとしてる気配がした途端に、うん、お話というかお話的な笑いの中だとサッと冷めちゃうそうなんですシさんにはそれがないんですよあ<ー>本当にあの 綺麗な心で一生懸命やるんです。はい。なるほど。まあそこにちゃんとこう、あの、沢口さんを置いてあげて引き出してあげる悪い人たちが、心の綺麗じゃない人たちも必要もっていうことです,ね,ですね。まあ作家が一番悪いんでしょうけども <laughs> まあ横にいますけどね。ゲラゲラ笑ってますけど。はーはーはその意味では、例えばその、三宅さんとか、うん、まあ伊藤史郎さんですよね。もう、もう、例えば出てきて、そたそ今まで言ってきたこと,と若干矛盾しますけど、うん、出てきて、佇まいだけで、 面白いもう何も面白いことやってない段階で面白いみたいな時あるんですけどねはいはいはいこれは何なんですかねじゃあねこれはやっぱりキャリアだと思うんですねなんかおどけたポーズなんか何も取ってないんですよ出てきてこうやって気をつけみたいなことしてるだけなんですけど、うん、えっ、ー、と小倉とコントをやった時に、はい、アフリカで待ち合わせねしている現地の人腰身のつけたその人がずっと立ってて 待ってるだけで、いつか笑いが起きるだろうっていうや,やり、ましたね <laughs>。小倉さんはでもちょっと、あの、出てきただけで、ちょっと、お前ちょっと反則っていうところは若干ありますけど。まああの、<laughs> アフリカの現地人に見えないこともないしね。<laughs> <laughs> もろもろ飛び道具っていうのもありますか。だかも一言も喋れないんですよ。アフリカの格好をして、 その人が待ち合わせでなかなか待ち人が来ないから頭かいたりとか空見上げたりしてるだけなんですけど <laughs>、はい、おかしいんですよ、ね、さっきの,あのおばあちゃんの紐をかけてかけらんないネッともちょっとすみますけど一定以上の長さが要するにどうこした何か 長さがああったたするると笑えるみたいなやっぱあるんですかねそこですよ、ね、その,時のじゃの演じる方の気持ちはどうかことですよ、ねはいあのうん、舞台に立って僕も一応ライブとかをやる側なんですけど、ええ、舞台に立ってて、まあ、生放送もそうかなあの立ってる側の時間感覚からすると待って、まあ、宮城さんからすると、ね、その何を言ってんだってことかもしれないちょっとした間もその本当は見てる側からすれば、うん、そのこんぐらいの例えば10秒に感じるとかこっちは1分に感じるっていう。そうですね なんだこのでもそれをこうグッと耐えるあのセリフを忘れた時の間と間を演じてる時の間は違うんですよね <laughs> 演じてる間と忘れた時の間っていうのはこんなに違うかっていうぐらい時間の差がありますよね忘れた時の間はやっぱり 時間が長く感じうん長く感じるってことですね長く感じる自分が飛んじゃったっていう時にどうしよう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 と思ってうわーこんな間が空いちゃったどうしようああ思い出した言ったうわーこれ間が空いちゃってお客さんにはバレてるだろうなと思うと意外とバレてなかったりとかねあの一瞬でしたよみたいな全然わかんなかったりすけど、ねうん、い,いいもんなんじゃないのみたいなね逆に取ろうとして取る間はやっぱりむ,むしろこ,こっちの体感は短く感じるというか、あのー、もういいだろうと思ってやると早すぎる 当然その時の肉体が違いますからね慌ててないですからだからその間を演じてる体になってますよねあもちろんね三宅さんは性格その待ってねよく言われますよねその「笑いの待って、えー、ちょっとあのー、今日はちょっと本質的な話ばっかりしちゃったけど,ってどういうことなんですかねこれはね「あのー、笑いの間」っていう時に言う時の間っていうのはえー 僕の中ではお客さんに息を吸わせることだと思ってるんですよ。息を吸わせるええ。というと笑い声って吐く息じゃないですか。息吸いながら笑わないですよね。<は> <laughs> <laughs> 引き笑いってね。<laughs> 言いますけど。まあまあ,あの、吐きますよね。引いて笑う人一人ぐらいでしょうね。だから、ドーンって爆笑が欲しい時は、はい、その一度に全員が同じところで息を吐いてほしいわけですよ。 ああ呼吸法で言えば吐いてほしい。そうですよね。はい、同じところで吐くためには、同じところで吸ってほしいわけですよ。その笑う手前に、これから笑いが来るとき前には、息をよく吸っててほしい。そうです、はいで。息を吸わせるまが必要なんです。<laughs> ちょっとっ息を吸わせるっていうのが分かんないんですよ。どうやってやればいいんですか、それ。えー、だから、例えば、間、えー、とかそういう、そのテンポとかそういう部分で言うと、はい、例えば、 今からぐーっとセリりを盛り上げていってトンとて落とすとはい、はい、息をずーっと吸ったのがふって吐くというような、うん、簡単に言うとねはい、はい、も,もちろん息を飲ませておいてというか息を飲ませる展開にしておいておいてみたいなことですかね。そうですね、うん、息を吸わせる落とす吐くから笑うっていう時の吸わせる演技の間っていうんですかね。そそれこそやっっぱりさっきの 緊迫感があるような例えば、ヤクザの親分がいて、まさにヤクザの親分が本当に怖く見えて、ね、緊迫感が高まらないと、十分に息が吸えないと、吸わせられないということでもあるんですかね、そ,れねそうですね。すねうん、だからそれをあの、高校時代ね、茶道部がいて、はい、府警をたくさん先生も集めてね、庭でこう、 を引いてお茶をやってたんですけどもこっちに鉄瓶があっていろんな所作があるわけじゃないですか、はい、で着物着て出てきて座ってお辞儀をしてみんな緊張感を持って見てるわけですよ。で僕も見てたんですけど、うん、でお辞儀をしてなんかこうシャシャシャか布で拭いたりして。で、 鉄瓶の蓋を取ろうとしたときにあけっつったんですよ。はいはい。はい、<laughs> 散々気取った後にだいぶ上ですよ。たっぷり間を取った後に <laughs> <laughs> はいはい、はい、でこれは思ってもそのその前のお茶の緊張感からその手を持っていく時の仕草を気取ってるだけにねはいはいはい。今ねシャナリートシャナリート 「あじゃってその声がねまぬ、はい、<laughs> けなほどね <laughs> はい、はい、もう普段の声なわけですよ気取ってたのとはで意外な間があるもんですからあっちって言った時に「フッ!」って息を吐いちゃうわけですよね、はい、それがもうそのまま,そのまま笑いの息になっていくとそうですあ<ー>その時の間が悪いと笑えないですよね ということはやっぱりその金パッもそうですけどできるだけその手前のところはさっき素の声が出ちゃって笑ったっていうけど、ね、そのできるだけその手前のところはやっぱり作り込んであったりとか何かフィクショナルなんじゃないですけどちょっと非日常的な何か空気にさしておいてのドンっていう、ね、そうですねだから例えば今言ったお茶のねいろんな所作があってその鉄瓶の蓋が熱いから つまんだら「あち」って言っちゃうっていう台本だったとします、ね、は,いは,いはい。その時に鉄瓶に持っていく手の仕草をちょっとだけ気取った演技を大きくするわけですよこうふわっと置こうとするとかいかにも、えー、昔からやっているお茶の仕草のような手つきをして「うんはい、あっち」っつった方が面白いわけですよねなるほどこれやっぱだから手前のところのちゃんともちろん作り込んで稽古して、うん もう役に入り込んででっていうことですよね,ですねさっきのベロベロバーの予感って言いましたけど、うん、もうなんかその面白い話をするときによくこう飲み屋とかだとありがちだけど面白い話があってさつってこうもう話す段階でこいつが笑ってると、うん、っていうっていうような語り口が結構やっぱコメディ、うん、悪いコメディ映画には多いような気がしてですねああなるほどもうあの語り手がもう,もう半笑いじゃないかと まあ、半笑いで面白い話があってさっていうときは、つまんない話じゃなきゃダメですよね。ねなるほど、そこは逆にね。<laughs> <laughs> ああ、なるほど、なるほど。うん、これはすごい。え、で、その、えっと、喜劇をこう、作ってって、これはもうじゃあ、例えば今だと、テレビにその笑いを乗っけるのはやっぱ難しかったりするんですかそうですね、だから、あのど、どうなんでしょうね、劇場中継がいいのか。はい えー、ちゃんとしたスタジオにセットを組んでコントをやるのがいいのか、はい、ロケまでちゃんとやって、えー、コメディードラマにするのがいいのかっていう、はい、ことですよねそれでテレビの中でどれが受け入れられるかというねまだそういう余地はあるというあるとは思いますけどね、うん、あるいはその、えー、例えば僕の,そのフィールドだと映画とかってどうですか昔、ね、<っ>三宅さんの,そのサラリーマン戦火とかあったそうですね映画はまたこれはね映画は違いますか いやだからドラもうロケもありスタジオもありという、はい、ちゃんとした作り物ですから、はい、もうあの、喜劇は舞台と同じような喜劇があのちゃんと作れますよね、映画は当然うんうん、うん、メソッドは基本的には同じ同じだと思いますねただ、アップの表情とかが使えますからはい、はい、また違う表現にはなると思いますけどね。なるほど でもそのテレビとかその映画とか基本映像メディアだとその三宅さんがおっしゃってるような喜劇みたいなのはまあまあこと日本だとまあコメディーって言っていいのかなまあ、あ,んこうあんまりメインストリームじゃなくなってしまったこれがね国民性の違いでなんかアメリカとかはううアメリカは本当にコメディーはいまだにというかずっと今,は、うん、今こそ最高潮というかもうで実は面白いんですけどすごくどういうことなんですかこれは。 でもやっぱりあれかな作り物が嘘っぽいっていうことなのかな何かこうある種テレビ的な見方っていうか常にこう、うん、何,何かこうじぶっちゃけこうだぶっちゃけこうだっていう見方がつきすすぎちゃってるんですかね、あのー。やっぱり今の芸人さんの生き様が面白いというね、はい、そういう自分が体験した話をすると面白いというのと、はい、演じて面白いっていうのの。 演じて面白がる国民がいなくなってるんじゃないですか、日本から。<ー>演じたものを見て面白いがるでそれはちょっと、あのいろんなことともつながってくるだからこそ、あのこれを、あのこういう一座をね、はい、僕は大事にしていかなきゃいけないなと、はいあ、はい、あの喜劇あの<ー>そうですね、僕もだって実際見たら、本当、むちゃくちゃ面白くて。 あのもっとこういうの見たいんだけどっていうふうに普通に思ったんですけどねそね、うん、そのでも今演じるものを見る観客というか日本人がいなくなってきてるってそれは今あの他のものにもちょっと通じるしさで例えば、うん、あのプロレスがあんまり流行らなくなったとか、うん、あとアイドルアイドルはもちろん今もいますけどあ要するにその演じていること,こと前提でこちらがこう見て楽しむみたいな文化がちょっとあんまり流行らなくていうかちょっとマイナージャンル化してるっていうのは 共通してなんかその演じるものを見るお客さんが役者を育てるっていうようなね江戸時代からあるようなそういうものがなくなってきてるんじゃないですかねてらしいがパロディーができなくなってきてますからね中心蔵のパロディやって中心蔵を知らない若い人が多かったりとかねそれはもう多分共通で持ってるその古典というか共通の認識がなくなってるそれがないからパロディができないわけですよねああじゃあ 難しいですね悲劇ってつまりさっきからおっしゃってるようなちゃんとこうちゃんと何かこうお話を語ってるところにカックンカックン様子をしていかなきゃいけないのに、うん、ちゃんとした話っていうのも,も語りづらくなってるってことですね逆にそうですね古典がないということは、うん、これはでもど,うどうしていったらいいですかねだから演じる、えー、演じる演じてることを認めた上で例えば劇場行ったら芝居の嘘っていうのがあってあのそういうものは OK にした上で 粋な,な客になるいい客になる、うん、努力をお客さんもするっていう文化がなくなくってるんですかねあ基本的には例えば、えっと、お舞台なら舞台は見に来た方がやっぱりいいですか、あのー、やはり大勢で一緒に一つのものを見る映画もそうなんですけど、はい、それで一緒に笑うと相乗効果でめちゃくちゃおかしいものがもっとおかしくなるんですね。うんうん あれですもん、ね、そのモニターの中で起こっていることですもんねやっぱりこの時点ですでにちょっと冷めちゃってるっていうかう例えば集中して見てる人はどれぐらいいるかですよねテレビねどうしてもね 他のことやってますからね映画で、おうちで DVD 見てたって、まあね、もう態度は最悪、映画館でこれやったら最悪の観客だなってことをね、うん、平気でやってるわけですもんね。だから、振りのところ、ちょっと他の仕事してたらもう終わりですからね。はい,はいはい。テレビでそういう笑いをやったときにね。そういう集中するっていうの自体が、例えば映画館とかでも今、遅く入ってくる人、すごい多いんですよね。そうなんですか。始まって15分経って入ってくると、結構ざらにいるんですけど、<ー>しかも次の回の頭はまた見れたりしないシステムなのに。そうなんだよね,ね。だから見なくていいやと思ってることじゃないですか、それって。 <で>俺、シャッターアイランド遅刻してっちゃった。うん、<laughs> それはダメなんじゃないですかお忙しい人はね、しょうがないですけど。いやいやいや、道に迷ったの。<laughs> <laughs> やむなく。<laughs> うん、そしたらね、シャッターアイランドの場合ね、あの、頭になんか、出るでしょ。でもあれ余計な、あれだっていう。あれを見なかったんで、はい、すごく良かった。余計なお世話だって噂がみんなついてるらしいですからね、そ,そうでしょはい。 うん、じゃあ、それはよ、良かったですけど、うんうん、たまたまじゃないですか、それは。たまたまね <laughs>、うん。なるほど。まあ、でも、その、集中してみるとか、そういうリテラシーがあんまりちょっと減ってきている問題のような気がしますけどね。例えば、その、三宅さんが、ええー、まあ、お子さんの時というか、若い頃に、こういうものに影響を受けて、こういう面白さがあるんだよ、みたいなのまず最初どういう。いや、もう、それ落語でしょうね。あ、落語ですか落語ってのはもう、江戸時代から、全部無駄なとこは、 切り落とされているね、はい、面白い部分だけしか残ってないものですからねうんうん、うん、ブラッシュアップされ続けて,きて,て、えー、それをあの、まあ、うちの家族親戚が聞いてたのを子供の頃から聞きながら大人がそうすると集中して聞くようになるわけですようん、うん、そうするとその面白さがだんだん分かってくるというねそしてまた落語もやっぱあれですもんねその作り込んで 演じてそのねシチュエーションがあってっていう,う、ねうん、まさにそれですもんねでライブ好きでありっていうことですかです、ね、はいはいはいどうでもまあ今だと例えば落語も以前にちょっと前に比べればまあだいぶ若い人もこう注文が戻ってきてるなんて話もあるかったりなかったりって感じですけどいやそう落語でも戻ってきてるんじゃないですかねチケット取るのね人によってはも大変だったりもしますし、うん、だからそういう今のテレビの笑いの流れが だんだんまたちょっと戻ってくるように持っていくのが僕の役目かなというふうに思ってるんですけどねなるほど、うん、喜劇の世界っていうのをそうですね、うん、だから舞台からやっていきますけどもはいいやぜひねもうあの本当面白いからあの舞台もそうですけどやっぱ僕映画でね日本のコメディ映画で、まあ、面白いのもありますけど、うん、なんかいもっといいの出てくればいいのになってうううそうなん、ねうね、だよだ僕子供の頃はその落語の次はアメリカのコメディ映画だったんですよはい、はい えー、ボブ・ホープとかジェリー・ルイスとか、えー、その辺の相当見ましたね、うん、それでなんだろう音楽ギャグも入ってるし、はい、ビー・バーチンとジェリー・ルイスのはね当時のアメリカコメディのほうが今のアメリカのコメディよりもこうなんていうかなユニバーサルっていうか見て,見,て見れば誰でも分かるものが多かったうん、うん、今ちょっと言葉ギャグとかがね多かったりするから、ね、ちょっと分かりづらい人がいてもしょうがないのかなと思ったりもするけど、うん そういうなんか、体、体ネタのさ、あのー、ギャグみたいな、もっと見たいんですけどね、とかも。そうなんだよね。あのマルクス兄弟とかもね。そうねはい。あの銃を構えて。お前、あそこの。に止まってる灰が見えるかっつって、銃で撃つような格好してて。見えるっていうと。うん 視力2.0とかいうのありますよね。<laughs> はいはいはい。わ <laughs> かりやすいですよね。<laughs> うん、<laughs> まあそういうのをだから多分今の人はべ、べただなとか言って。うん、あ、そうそう。この問題もあるんですね。そのべたな笑いみたいなね。うん、言ってみれば例えばそのえぇ、ー、伊藤四郎一座の中のギャグってまあ多分その今の若い人からすればべ、べたな笑いっていうかさ。 うん、の一方で、じゃベタじゃない笑いっていうと、なんか、例えば今の滑り笑いだったり、なんか、まあ、シュール系の笑いだったり。ベタな笑いと、そうじゃないのって、どう、どういうふうに分かれてるのてるただ、その、ベタなっていう時に、傾向として、定番の。う定,定番っていうことですかね。かうん。お馴染みまあ、昔からあるような笑いってことかな。うん、それを、ベタなっていう時に、なんかこう、レベルを下げることが、ベタな笑いだと思ってる人が、結構多いわけですよ。だ,だから、喜劇役者、ということで言えば、 ベタな定番なギャグをどれぐらい演技力で新鮮なものにするかっていうことでしょうね。はい、それはもう力道次第で。そうです、ね、例えばそれこそ、じゃバナナで転びますと。 バナナはねえか、さすがに。まあまあでもそれでもいいんですけどね。<laughs> バナナで転びますと。これは本当に上手い人がちゃんとそういう流れで見せれば、これで十分面白い、うん。面白いと思いますね。そこで、うん、はい、ベタをやりますよ、っつって、バナナでいきなりステーンって転んで、ボヨンみたいなを音つければ、<laughs> はい、ベタな笑いでしょっていうのが、やっぱたまに散見されるわけですよ、ね そ,それとかっていうどういうこの傾向についていやだからそこだけを取り上げると面白くないですよね、はい、でもよく出てきますがまたヤクザの親分がその前に怖く出てきて何か大事なことをやらなきゃいけない時にバナナの皮で滑れば面白いと思うんですけどねちゃんとだからやっぱその基本的にそのさっきから伺っててもやっぱり基本的に起業と稽古と。 だから絶対に必要っていう、うん、それと本の設定の面白さですよね設定そこへ持っていくまでのねうん、うん、ということだからやっぱりそのハウトゥーというかですねそのど,うやどういうものが面白いその、えー、とストーリーでいう笑いなのかっていう、うん、なんかハウトゥーが伝わってないんじゃないかっていう感じがまあだからあのテレビでいわゆるリモコンがあって遠くからチャンネルを変えられるというものと一緒にその裏を見せたり素を見せたりする ものが面白いという流れが全部一緒になって。作り物が嘘で。振りをやっているうちに、あれ面白くないなっつって、ザッピングしちゃうという。はいはい、テレビがすべて、そう、そういう部分を否定してますよね。うん、あの、多分今のお笑い芸人さんは、もうやむない。うん というかど編集されてどこが使われるか分かんないから多分できるだけ使えそうな要素をいっぱい入れるしかないみたいなのもあるのかなうまあそうでしょうね。あとは芸人さんにも生活があるしはい、はい、当然お金を稼ぎたいわけですからはい、はい、そうなるとテレビにたくさん出たいと。ということは何を振られてもすぐ面白いことが言えるトーク中心の芸人になっていくわけですよね。うんうん、で目標は自分の冠の冠つついいいた番組を持つことというね面白い司会者が 最終目標になって、<ー>それっておそらくテレビ芸の一番上みたいなね。そなんだけど、まあそれはもうしょうがないっちゃしょうがないけど。それはしょうがないと思うんですよ。それをまたあの視聴率があって、そこにお金を出す企業があって、見ている視聴者がいてというね。だそれだけで、そこに芸人さんが集中しちゃうと、うん、例えば、えー、じゃあ時代劇のコメディーやるって、はいはい、僕が芸人さんを詰めた時に、はい まず着物を着れない人ばかり集まって、<ー>刀を持って立ち回りやった時に動けない。うん。時代劇の所作ができない。それは、それはもう僕なんかはもどこで学べばいいんですかそ,それはっていう感じそうするとも時代劇のコメディはもうできないってことなんですよ。それは本来どこで学ぶものだったんですかそれはだから、 時代劇のコントをやってれば、やらざるを得ないわけですよ。だからやっぱりそのずっと繰り返しやっていく、その、ハウトドが途切れちゃったところがあれだっただと思いますけどね。かつてはそれはどこ例えば東京のその東京喜劇っていうのは、どういう、どこが中心だったんですかえっと、え、どこが中心のあのどどこで継承されていったんですかね、それっていうのは。それは舞台でしょうね、やっぱりね。で、テレビでもやってましたからね、舞台中継から、コント番組もあったし。 でドラマも多かったしうん、うん、コメディードラマも多かったしあとアメリカのドラマも西部劇か何かいっぱい作り物が氾濫してましたよねテレビからああああ。ということはやっぱりそのこうやって、えーとね、伊藤四郎一座であったりとか伊藤さんが出れない時は熱海五郎一座と名乗ってもずっと続け続けることが大事だっていうこところなんですかね,ですね。だと思いますけど。 なんていうかな二世代ぐらい若い感じじゃないですかそうですよね。だって、もういないでしょう上、うん、上見てな、はあ、ってことは、この人はもうゼロっていうことじゃないですか。ゼロですよね。まあちょっとその使命感もあったりするんだ,だから、高年をね、はい。ゲストに呼んで、はい。高安度年を。はい。で、立ち回りやった時にやっぱり苦労しましたよね。うんうんうん。刀の使い方を教えるのに。でも彼らもやっぱりそこ出ると、 こうなんていうかな思うところっていうか学ぶところ多いんですよ、ね、ただその後やっぱりテレビのスターになりましたよあ,のあその前の段階なんでやっぱりトークの面白さが使われるってことですよね逆にねあの僕そうだその一連の伊藤白石さん見て発見だったのは例えばアズマックスてあってはい、はい、テレビで見るまあテレビだってもちろん面白いんだけど、うん、こんなに面白い人なのかっていうね改めてなるほど演じる部分を見せた後に素を見せたりすると その人の面白さの幅が広がりますよねはい、はい。いや、その舞台上のアズマックスさんが、その、だから失礼ながら、本当にこんなに実力があったのかっていうか、だから、あの、 舞台を見てない人に、いや、アズマックさん面白いんだよ、むちゃくちゃっていうね、その舞台上の。うん、そ,それをすごく力説して回ってたぐらいで。あの、IT、IT 社長のさ、あれでパソコンをこう目の前に置いてこうずっと見てて、<laughs> うん、これどうやってあげんのっていう。あれね、僕は言っても面白くないんだけど、あれ、最高でしたね。また、その、それこそさっきの佐口さんじゃないけど、うん、あの、アズマさんの中にあるもの、 がちゃんと出ててるっていうかそ,うそれをまた作家がきちっと分かってそういうセリフを書くっていうことでしょうね。はいということでだ結論はまずこれ聞いてる人に関して言えば、うん、あの見に来いよいうまあそうですね一度見てほしいですねあのチケット取れないんじゃないかって思ってる人も多いと思うんですけどね。んあの 取ろうとしなきゃ絶対取れないですよね。は <laughs> それはもう動かないからね。<laughs> 意外とね、あのー、頑張ればいけれるっていうところがあって。ということで、えっ、ー、と、近々にあるわけですね。はい。舞台が。えー、私が。えー、三宅裕二さんが座長を務められる舞台が、皆さんよかったですね。早速見れますよ。はい、6月18日から始まります。えー、三宅裕二座長生活30周年記念公演。えー、熱海五郎一座。 男と女と浮ついた遺伝子というお芝居で、6月18日金曜日から7月4日日曜日まで、えー、池袋サンシャイン劇場にて、えー、あと7月には大阪公演もありますはい。はい。えー、ご出演は三宅裕二さん、渡辺正幸さん、えー、小倉、えー、久宏、はい、さん、春風亭翔太師匠、え、あずまさんなどということで、ねはい、話題に戻ります。翔太さんももう、翔太はね、あの変です。すごい。あの、ちょっと、あの中だとどうああいう演技をする人を見たことがないですから。 あの動物的という感じですかね無意味に目が泳ぎますしね <laughs> 言ってることと表情が違ったりしますからねそれはもうあのこちらの演出ではなくもういやもう彼が持ってるものとあとはあの彼がバカな人間を演じる時の一つのパターンなのかもしれないですね ダダをこねて、あの、地面をこうさ、<laughs> ゴロゴロ、それも、あの、やっぱ蒸気をして長いんですよね。<laughs> その、ダダをこねるのが。あれ、もう僕、息できないほど笑っちゃいましたね、<ー>ねは。い。えー、ぜひ、では行ってください。ということで、はい、えー、これは同じの面々が、失礼しました。ヒロインに水野真紀さん。をなるほど。そうなんです。はい。 これはだからあれですね。今回、春、うん、風亭翔太と水野真紀ちゃんのラブストーリーでもありますからね。なるほど。それ自体がもうギャグになりますから <laughs> まあ、その、設定がもうおかしいし。設定がおかしいです。うん。で、なおかつさっき言ったような、やっぱり、真剣な演技の中、真剣な演技から生まれてくる。ね、緊張感のある設定になってますから。はい。新、え、興、ー、宗教と公安の警察ですからね。はいはい。そこにラブストーリーですか。あのー、瀬野ノチさんからたまに伺うと、その三宅さんが、例えば映画見て、 あの、全くコメディじゃなくても、あの設定が面白いから次銀行ごとで行こうよとか、ね、バンクショ分面白いから銀行ごとで行こうよとか、そういう話聞いて、うん、やっぱりその、シリアスな設定からそっち持ってくるみたいなことを。あの、シリアスで緊張感があって、これを持ってきて失敗したら面白いなっていうものは、うん その設定をいただくっていうことはありますよね。普通にこう、ものすごいシリアスな映画とか舞台も何でもいいですけど、見てても、ずっとそんなことを考えてるじゃないですか、これ。あ、可、ね、こ,こうなったら、こいつがここでこれやったらもう爆笑なんだけどなっていう。こんだけ振っといて、ここでね、<laughs> 違うことやったら面白いなとかね。やっぱりこんだけ振っといてなんですね、やっぱりね。こんだけ振っといてっていうのはありますよね。ああ、それにはさっき言った力量もそうですし、あとやっぱ、例えば、こんだけここにお金かけといてみたいなのもないですかこ、この設定にこんな、 豪かなセットにせこいギャグ。これが、ポリシーです。ねえ、あの、これネタバレ、ネタバレじゃなくていいのか。あの、小林幸子さんの、巨大な小林幸子さんがこう出てくる、お家がね、これ去年でしたっけ。あれとか、あ、紅白まで繋がりましたね。繋がりましたね。皆さん紅白で出た、ね、あの、小林幸子さんの巨大なあれは、元ネタはね。そうですね。あれですもね。いや、あれも、ば、見てて、 バカじゃないのってこう。<laughs> そこに金かける。<laughs> <laughs> 本当にびっくりして。こんなくだらないもん、金のかけ方見たことがない。<laughs> でもやっぱ大爆笑でしたからね。やっぱ大事です、ね、皆さんね、だから行くと本当にびっくりするもん見れるから、絶対、行った方がいいと思いますよ。はい。えー、ということで、熱海五郎一座としては初のラブストーリーということなので。そうですね。はい。えー、注目してください。えチケットのお問い合わせは、えー、電子チケットピア、えー、0570、02、9999 99、 ピーコードはです、えー、もう一回言っておきますね。電子チケットピア0570-02-9999。P コードは401532です。ということで。はい。えーはい、これチケット代とか書いてないけど、これは、んこっちか。あ、うん、そうですね。チラシの方に書いてありますね。聞かれてすぐ答えられない俺も話しないですけどもね。S, <laughs>、えー、S 席7350円、A 席6300円ということでね。そうなんだ。ただ、あ、でもこの、<laughs> いつも思うんですけど、 テレビで言えば、もう一人でメインみたいな人が、この人数、まずこの人数をスケジュールを抑えるのも大変ですよね。スケジュールを抑えるの大変ですね。だから、水野真紀ちゃんが今回驚きましたよ。うん。あ、よく。あまりに誰も来ないんで。あ要するに、あの、稽古に一度揃うことが、なかなかないと。1ヶ月間稽古期間あるんですけども、全員が揃うの3日なんですよ。え、それ大変ですね。それであるクオリティ持ってくっていうのは、 座長としてはかななりププレッシャーじゃないですかまあそそうですねれ、まあ、れぞれがプロだからね安心してますけども最終的にはなるほどでも皆さんそれお忙しい中やっぱり集まるということは、うん、やっぱりそのさっき三宅さんがねずっとこうおっしゃってきたようなある使命感みたいなのがあるそうだと思いますけどねいうことですかね今ここでやっとかなきゃっていうねなんかある伝統が途絶えるとそれをその戻すのってものすごい 大変というか不可能になっちゃったりもしますもんね。ねうん、なので、あの、そういう大事な事業でもあるんだけど、行くと本当にくだらないっていうのは。くだらないですよ。心、信仰、宗教、くだらない。<笑><笑>よく、あの、聖のんさんに見終わったと言ってるんですけど、<laughs> いやー、全く心に残らない、<laughs> 素晴らしい舞台でしたっていうね、う <laughs> あの、軽くだから笑いに行くという意味でも、はい、のその奥には大変な、あの、 皆さんお金払うこと自体がね、あの、大事な、こう、文化事業にもなってきますから。そうなんです。はい。ぜひ行っていただきたいと思います。<laughs> これ余計か、俺のな。<laughs> はい。はい。ということで、あの、あっという間に1時間経ってしまいました本当ですね。はい。あの、ありがとうございました。こちらもそこちそうでいうちょっとあの、ね、あの、とんちんかな質問も多かったかと思いますが。いえいえ、そんなことないです。はい。えー、ありがとうございました。はい。はい。えー、ということで、笑いはテレビだけじゃない。それならそろそろ喜劇はいかが特別講師、三宅裕司さんでした。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。 はいということで、えー、55分ぐらいお送りしてきましたが三宅裕二さんにね、はいえー、特別講師で伺いました喜劇特集ということではいあのー、明日ね、あのー、座長は朝早くラジオがあるので「はい、タマフル」の始まる直前の収録で他局のね今日だから今日です大変なさっきです、はい、ほぼ生と同じような。 ううノ,ンノンカットで。ノンカットでお送りしました。はい、したねあの、本当はだから、ラジオパーソナリティとしての心得なんていうね、話も、はい。時間あれば伺いた,たはい,はい、はい、したかったんだけど、でも最初、まあ、座長は歌丸君がどんな人か、あんまりよく知らないで、来て、はいうん、どのぐらい深い話をしても大丈夫なのかなって探ってた感じはしたんだけど、どどはい、はい。分過ぎぐらいからあこの人は 深い話してもちゃんと大丈夫と思ってくれたみたいで。で、あ、ここまで話すんだなって、俺、横で聞いてて。そうですか最終的には結構踏み込んだっていう。はい。結構踏み込んでたと思います。そうです普通、あそこまでね、裏側喋るのは、あの、行きじゃないとかって、思いがちじゃないですか。でも、ちゃんと話をしてくれたんで、ありがたいですね。ありがたいなと思ってました。ありがとうございます。さすが僕も普通免許取っただけありますんで、本当ですよね。普通免許はあの後取っただけだ。あ実際時間、時間に上ね。もうすでに。 普通勉強、取る実力があっただけ。話はいいよ。はい。えということで、えっと、三宅裕二さんが座長を務められる舞台が、え6月18日から始まりますので、その件もう一回言っておきましょう。えー、三宅裕二、座長生活30周年記念公演、え熱海五郎一座、男と女と浮ついた遺伝子というお芝居、え6月18日金曜日から7月4日日曜日まで、え池袋サンシャイン劇場にて、えで、あと7月には大阪公演もありますと。えー、ご、ご出演は三宅裕二さん、渡辺正宏さん、小倉ひ、ひさひろさん、え春風亭�太師��、えー、 高カさんなど、えー、おなじみのメンバーに加えて、ヒロインに水野真紀さんということで、えー、熱海五郎一座としては初のラブストーリーに挑戦されるということです。えー、チケットの、あ、チケット料、代金は S 席7350円、A 席6300円、えー、チケットの問い合わせは電子チケットピア、0570-029999、0570-029999、えー、P コードは401-532、401-532 40です。 はい、ということでね、はいえー、たっぷり。あのー、あれですね、あのー、これ、これは瀬野チ恵さんやられているやつですかじゃあ。<え>この、この、これは、この。もちろん書いてましたよ。はい。そうですか。ゴールデンウィークはもう、ずっとこれ書いてました。あ、そうですはい。あと、あの、ついでにこっちも告知とかしあ<ー>うたくなってきたんすメモリーズ5、はい、というのを、はい。来週の水曜日、6月2日水曜日からシアターサンモールで、6月6日の日曜日まで。 これ、実は僕、来週ね、あのええ、古川さんと拝見し見に来てくれるい<回>去年も見て、はい、拝見して、これはどういう舞台になるんですかぶっ飛びの設定なんですが、あの死ぬ間際の人にご機嫌な記憶を埋め込むことのできるメモリーズという集団がいて。 埋め込んじゃいけない人に埋め込んじゃいけない記憶を埋め込んじゃって大騒ぎっていうな、うん、かなりイントな,なあれで、はい、これポイントはあれですよ、ね、その今日の三宅さんにいろいろ伺ってきたのもある意味ちょっと対照的にというか、ええ、あの出てられる方が非常にお若い方がまだそのスキルがそんなにない連中なんですけども設定になりきれ、なりきれと。うんもう あの演出家が口をスっぱくして言ってるみたいですがさも今聞いたように聞かダメだとさっきのね喜劇のあれが、はい、でもちゃんとその要はあの対照的に、うん、そ,のそれほどそのスキル的にはそんなにその過重な期待ができない人にどう、うん、いや思い合らせて面白いことを作るかっていうそうですねだからキャラ立ては結構あの、うん、苦労しますね、あのー、あの普通に書いてもキャラ作ってもらえるスキルがある人ではないので、はい はい、だそれってね、<の>例えば他のものにでも言えることであの、演者のスキルがない場合でもできることはいくらでもあるっていうか、うん、そうですね、うんあの、そういうタイプの役者さんもいるじゃないですか、もう他のことは一切できないみたいな人もい,い,、はい、いて、えーで、その中から、今まで見たことないようなあのキャラをど、どこを見つけるか。を す本人も気が付かないような特徴でその人のことよく知ってる人たちも知らなかったけど、うん、確かにそうだっていう特徴を見つけていくみたいなさっきの沢口さんのお話でもすごい結局あのなるほどと思ったのはその人の中にない要素は、うんうん、やっぱり演じさせられないし演じ軽くに演じることができても力技っぽいところとか無理くり感が出ちゃって,って、えー、これは喜劇に限らずそうなのかなっていう多分そうだと思いますよ というあたりも勉強になりましたけど。はい。ということで、あの、セノチンさんが、えー、台本書かれたシアターサンモールでやっているメモリーズ5、はい、来週、えー、6月2日水曜からもやっておりますので、ちらも。ありがとうございます。はい。この後は島尾さんの登場です。